はい、ビギナーズ広場というのがありますね。八の字基本テクを練習、もう最初来た人はね、もうここから出してもらえないことでしょうね。僕も初めて来た時はここでした。こうね、こうやって、あ、怖い怖い、滑るんじゃないか、怖い怖いって、どんどんこう外に出てちゃうんですよね。はい、こうやって、で、この緑のギリギリのところを、あーとか言いながら、こう一生懸命曲がっていくっていうですね、ことをこうやってて、だんだんこうアクセルを開けても、まあ大丈夫かもしれないというのを学び始めるわけですね。結構ハンドルでこう曲がっていく感じなんですよ。オフのこう右と左で感覚がね、まるで異なる。まあ、もう本当ね、最初来た人はもうここでもうひたすら練習。ここもそう、もうひたすら練習、ひたすら練習、ひたすら、ひたすら、ひたすら、もう、ひたすら、いやー、ざー、探しやばい、ひたすら練習です。はい。だんだんなんかこうやってると、なんかこう要領を得てきて、足出さなくても、もしかしていけるんじゃないの、私いけるんじゃないの、足出さなくてもいけるんじゃない、2グリップだけでいけるんじゃない、いけるんじゃないって言うと、だんだん本当にいけるようになってくるっていうのをひたすら練習、ひたすら練習です。本当にこれがもうね、見てください、この汗、もうね、目に入るぐらい汗出るんです。でもこれは楽しいです。とにかく楽しい。もうね、左が得意になったら、今度右です。右曲がれ、曲がれ、上がらないけど、本当に右が苦手なんだ俺。だから曲がれって、なぜ曲がらないって、なぜ左みたいにギュッといかないっていうのも、自分と向き合いながらですね、練習することができます。もうね、あとにも俺もね、自分の映像を見て、左はねこう別にこうやってできるんだよ。でもね、不思議なことに右ってできないんだよね。なかなか右のこう恐怖心って何なんだこれ、わかんないけど、右の恐怖心ね、右の恐怖心、はあ、克服するまでまだ1時半2時あるあと1時間もある1時間しかない。よし、もう俺はバイク降りねえぞ、この青空に誓って。はい、はい、はあ、オッケー、戻ろうか、暑いし。